こんにちは、 NASA の技術者の小野と申します。僕がいつも思ってるのは、やっぱりその人類を前に進め続けてるのは、その根底にあるのはイマジネーションだと思うんですね。目をつぶって、あるいは星空を見ながら、そこに何があるのかなとか、そこに何かいるのかなとか、そういう想像をする力が根源的にはその人類を前に進めてきたし、これからも前に進めていく力だと思うんですね。ボイジャーっていう宇宙探査機関ですね、それは僕自身が宇宙を目指すきっかけになった、ね、僕が7歳の時にボイジャーが海王星に行って、でその綺麗な写真を送ってきて、そのおかげで僕はその宇宙への夢を持ったっていうのがあるんですけども、そのボイジャーって探査機が、木星、土星、天王星、海王星を順番に旅する、この4つの惑星を旅する機会っていうのが175年に1回しかないんです。当然その NASA のね、僕が今いるジェット推進研究所のエンジニアは、これなんとしても宇宙船を打ち上げたいと、遠く天王星、海王星まで旅したいと思ったんです。まあでも予算不足で NASA はダメって言ったんですね。そんなお金ないから木星土星で諦めろと。そこでエンジニアたちはワシントンに内緒でボイジャーに天王星、海王星まで行く機能を詰め込んだんですね。表向きはワシントンに対しては木星土星ミッションだよっていうふりをしておいて、飛んで土星木星土星うまく探査し完了してから、実は天王星、海王星まで行きますよと、じゃあ行きましょうっていうふうになって、人類は最遠の惑星海王星まで到達するわけです。そのおかげで今僕もここにいるわけですね。でそのボイジャーを作った場所が、現在僕が勤めているジェット推進研究所、 NASA の研究所なんですけども、今はですね、海王星の仕事はしてないんですけども、火星の仕事をしています。2020年に NASA は再び火星にローバーを送ります。 Mars 2020 ローバーと言います。で僕がやってる仕事は Mars ローバーの自動運転です。地球でも最近自動運転の車がありましたね。火星実は10年以上前から自動運転をしていて、その自動運転機能をアップグレードするのが僕の仕事です。ソフトウェアも書いてます。でこの火星ローバーは何するかっていうと、火星って昔はですね、40億年ぐらい前は水があったんですね。水があって濃い大気があったんですね。その頃には地球に生命が発生していた。だから火星にも生命がいたんじゃないかってみんな思ってるんですね。だから Mars 2020 ローバーと、あとその後におそらく続くだろう2つのミッションが、火星の土を地球に持って帰ってくる火星サンプルリターンをやりたいと思ってます。その中にもしかしたら火星の過去の生命の証拠があるかもしれない。それはすなわち人類の史上初の地球外生命との遭遇になるかもしれない。これが起きたら多分それはもう人類史上に残る一大発見だと思うんですね。でまあ日々の仕事は大変なんですけども、でももしかしたら自分の仕事がその人類の歴史に残る初の地球外生命の発見に結びつくかもしれないと、そういう興奮とイマジネーションを持って日々頑張ってます。今までの人類の宇宙の旅というのは、人類の集合的なイマジネーション、みんなが夜空を見上げて、あそこに行きたい、あそこに何があるんだろう、そういう気持ちが塊になって後押しして実現したのが人類のこれまでの宇宙の旅だし、これからもそうだと思うんですね。だから本当に大事なのは、一人一人の宇宙とは全く関係ない仕事をしているような人たちが、例えば仕事帰りのバス停で日頃は携帯電話の YouTube の動画を見ているような時間にふと夜空を見上げて、そこに何がいるのかなと、そこに何かあるのかな、そんな思いが大事だと思ってます。